やばい、眠。こんばんは。あんにょん。めっちゃ眠いです。でこれつけたよ。じゃじゃーん。こんばんは。さっきぶりー。はんぺん。言われてみれば確かに。今日は我の生誕祭に出演しました。そしてオンライントーク会もやりました。朝早かったから眠たい。昨日も寝たの遅かったかな。遅かったかもしれない。昨日最終稽古だったからね。右側ください。ちょっと考えとく。じゃあ。耳に見えて手なのか。いや、耳ですよ。耳です。左側もなくなったらこれだけになっちゃう。帽子だけになっちゃうな。帽子の耳があるから可愛いんじゃん。アサルトリリー期待しかない。ありがとうございます。いや、みんな期待してるって言って、あの言ってるから、ちょっとあの緊張します。めちゃめちゃに。明日から場当たりです。2日間場当たりやる。リオの体力がちょっと心配なんですけれども、頑張ります。一日ね、たっぷり寝れる日があれば復活するんだけど、ないので、そういう日がもう年内、もう12月はもうすごい走りっぱなし。頑張る、もう頑張るしかない。とにかく体調崩さない、崩しませんようにってずっと思ってる。本当にそれだけはって願ってる。体調崩さないように千秋楽まで自分の体調頑張ってって思ってます。やっハロー。やっハロー。やっハロー。今日はスペミありがとう。こちらこそありがとうございました。違うよ、早く寝ないからじゃないの。寝れないの、やること多すぎて。寝れるように努力はしてるんだけどね。今日あったかかったね。免疫高める系の食事や飲み物何がいいんだろう。リオ今日さ、今日じゃないけど元気が出る注射か点滴でも打ちに行きたいなって思ったの。でも行ける日ないよねって思って。なんかそういうのあるじゃん、パワー、なんかすごい元気が出るような。一回リオね、やったことあるんだよ。体調崩した時にどうしても休めないお仕事があって、注射じゃないな、点滴したんだっけな、その時なんかね、ニンニク注射じゃないやつやった。なんか何だったか忘れちゃったけど、でもニンニク注射って元気出るっていうよね。でもちょっとさ、匂い気になるよね。いや、わかんない、やったことないの。自分はわかんないけど、ニンニク注射ってさ、すごいニンニクの香り匂いするって言うじゃん。ねえ、そう、風邪もひいたりする。今流行ってるもんね。
お話か1年間の感謝伝えられてよかったですねえ、ありがとね、感動しちゃったなんかこちらこそだよって。いや、コロナらないよ、大丈夫。コロナるのは大丈夫だと思う。インフルとかがちょっと心配かも、流行ってるし。中身ニンニクじゃないの？え、なのにニンニクの匂いするの？そう、あのなんか元気が出る注射か点滴をどっかで打ちに行きたいなって思ったんだけど、もう明日も明後日も朝から夜までだし、いや行けないって思った。うん、ウリがこれだけ疲れてるのも珍しい。いや、そうなんだよね。ね、そうだよね。もうなんかみんなにもさ、あの疲れてるって言わせてしまってるのが本当に申し訳ないって思っちゃ う。全然ね、あの元気は元気なんだよ元気は元気なんだよね、全然全然元気なんだけど、あのちょっと疲れがね溜まってきて、疲労が溜まってきててやばいって思ってる。小木さんも飲み終わった時めっちゃ疲れてて、朝帰りの会社みたいになってたお疲れ様だねそう、こんなにお休みがないことないっていうレベル。1日ぐらいさオフあったりするじゃん普通はね。でも本当にないから、もうやるしかないっていう気持ち。栄養ドリンクは飲んでる。もうこの前も稽古終わり疲れすぎてさ、なんかちょっとお高めの栄養ドリンク買っちゃったよねもうしょ、いやなんかこれ元気出そうって思って、なんかいつもならチョコラ BB なんだけどさ、チョコラ BB じゃなくて、うーん、なんだっけあれ、あでもね味はね美味しい、美味しかった。注射痛いし余計疲れる。え、余計疲れる？本当？本当に？元気出そうだけどな。まあ痛いのは嫌だけどさ。いやでもさ、ちょっと本当に注射か点滴を打って元気出したい気持ち、体に。長いからさ1日。あ、リポビタン系かも。リポビタンのなんかちょっと強そうなやつ。マッサージしてもらってない。マッサージはね、あ、でも明日からいるかもしれない。お稽古の時はね、1回だけ肩やっていただいて、もう全身マッサージしてほしいレベルでもそんなこといっぱいさいるから、キャストさん情報局もあるし、お話し会もあるし、いろいろあります。 PV のリハもあるし、舞台終わってからね、本当に舞台終わってからもお仕事だから、ずっと体調崩せないの。そう、もう本当に体調崩せないから、もうマジで頑張ってくれって思うマジで自分の体を頑張っておくれ。多分ね、熱出たりはしないの、多分大丈夫だと思う、信じてる。リオそういうので体調崩すことはないから、あんま、ただもう疲れが心配。まあもうすでになんだけどね、体の疲れは。やばい、もうマネージャーさんにさ、おばあちゃんみたいって言われた今日やばくない？おばあちゃんみたいだよって言われたんだけど。そう、リオは忙しい方が好きなんです。本当は、本当はっていうか、うん、暇が嫌いで忙しいのが好きなの。そうだから、すごいありがたい気持ち。何がおばあちゃんみたいだったの？いやなんか疲れてるから、なんかおばあちゃんみたいだよって言われたやばい、マジかってなったよね。でもお仕事入れてくださいって言うからね、リオ嬉しいことですよ、ほんと忙しいのが好きって仕事人間のセリフ。あ、そうなんだ。え、でもリオ仕事人間だと思うね。わかんない、仕事人間とはって感じなんだけど、多分リオ仕事人間だと思う。うん、もう仕事しかって感じ
だし、みんなお話し会もさ、あの予約してくれて本当にありがとう、感謝だよ、ありがとうね。今はお仕事人間、あ、そっちの推しね、みんなはそのお仕事人間であってほしい。居眠りできるから暇はいいぞ。やるよね、ね、暇だから寝れるってわけじゃないんだよね。そう、多分リオってなんか例えばオフの日でも早く起きちゃったりするからさ、ベッドカバー見てたらホールケーキ食べたくなってきた。うわ、いいね。てかリオ誕生日ケーキ食べれなそうだな。食べたいけどそんな暇はなさそう。22夜公演だけだけどさ、帰ってきてショールームやるし、あっという間だったよね。本当に1分ってめっちゃあっという間だと思う、お話し会。マジでやばい、うん、本当にあっという間。28日の、あ、そういうこと、28日の時間と間違えてたのか、なるほどね。飯テロ失敗。でも次回飯テロするって言われたから、今日もチーマネ、今日はチーマネじゃなかったよ、今日は時間もっと惜しかったね。えリオもね、まだまだ話足りなかったよ。あ、そう、今日みんなに相談したくてさ、生誕祭の話、ちょっとね日程について相談させてほしい。この前さ言ったじゃん、もしかしたらこの日かもしれないって言ったんだけど、ちょっといろいろあって変わるかもしれない話をしたくて、え、メガネさんに伝えちゃった。そうだよね、そうだよね、ごめんね。そう、なんかそうだよね、だから言わない方が良かったかもしれない、あの時リオ。言わない方が良かった。あのね、何から言ったらいいんだ。ね、もともと1月20かもしれないって言ってたのリオ。そう、1月20かもしれないって言ってたんですが、グッズをリオ作ってて、生誕のグッズいろいろ作ってて、でそれで一つ間に合わないだって。そう、生誕間に合わなくて、間に合わせたいじゃん。そう、間に合わせたいけど無理らしくて、だし出れないメンバーがいるの1月20は。そうっていうの考えて、まあもうグッズも間に合わないしさ、出れないメンバーもいるしってなって、だと会場もまだ決まってなかったのね。でだからそしたら、でじゃあ次の週はって言ったんだけど、会場埋まってて無理ですって言われまして、2月になりそうで。2月まだこれもうさ決まってないから本当に分かんないけど、2月4になるかもね。3、4、2、3、4あたりかも、もしかしたら候補は2月3、2、3、4が候補ですかね。どこでも空いてる天才。だから早めに言ったから絶対に開けといてほしい。2月ってなったらさ、うん、まだ先じゃん。いやごめんね、先でお誕生日から、うん、あの空いてる、ありがとう。まあ仕事辞めればいいし、そんな簡単なことじゃないよ。そうなんだよね、なんか、あ、鬼、うんとね、スケジュール的にはリオはマジでいつでもいいの。そう、本当にどんだけ忙しくてもいつでもいいんだけど、会場が空いてないとかいろいろあって、そう1月27とか8はって思ったんだけど、会場が埋まってると言われ、うん、まあそれはしょうがないよねってなって、そう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 、やっぱ2はやめた方がいい、平日。そうだよね、なんか
22歳で全部2にしようかなとかマネージャーさんに言われた、2にしたらみたいな、そう、そういう話もあったけど、でもリオはやっぱ土日の方がいいよなって気持ちで、多分3、4どっちか、ミクサが空いてなかったんですよね。そう空いてなかったんですよ。そう、そうそうそう、あそこあそこどこだっけ、不純がやったところ場所、スタジオミクサじゃなくて何でしたっけあそこが空いてなくて、シアターミクサ、そうシアターミクサがいいの、そうシアターミクサが良くて、なんとなくそうシアターミクサが空いてるのが2月4らしいの、34どっちだったかな、まあでもどっちかだと思うよ。でも本当にグッズはもう喜んでもらえるように頑張って作ったので、今作ってる途中か、自分はデザインしたりもした終わったけど、これを作りたいって前から考えてるものを作れたりしてるので待っててください。コンプセットないかもコンプセットね、確かに確かにな、ねコンプにできないものがあるんだよね、数量限定のものを作ってて、だからコンプセット、それ数量限定のものがあるからコンプ作れないのかもしれない。うん、チオは何のお菓子くれるんだろうね、どうしようかな、ソロイベント時さいろいろ詰め合わせあげたけどアサルトリリーのグッズも、そうなんかね今グッズだらけで本当にごめんね、申し訳ないんだけど、そう舞台のグッズもいろいろ出てたり、まあでも生誕祭は2月だしまだまだってことで一旦は舞台のグッズをみんなゲットしてほしいな、本人のグッズも出たしね、今日隣の人もらった瞬間食ってたすごい、でもリオもねちょっと結構すぐ食べたくなっちゃうかもしれない、今日北千住で3万取られたでもさ見たよ、美咲ちゃんのさアクスタみんな並べてたじゃん、マジで可愛い、違う種類ね、違う種類だったよね、なんかいろいろ、お財布は泣いてるけど美咲ちゃんいっぱいで幸せ、ありがとうすぎる本当にもうありがとうね、早くリオもポップアップ行きたいんだよね、欲しいものあるからさ買うよ、リオもみんなでねサングリーズルパーカーとかお揃いにしようって言ったの、パーカーとあとチビキャラのアクキー、みんなでお揃いにする、まあでもそう2月になりそうなのでそこんとこよろしくね、もう抑えててくれた方はごめんねなんだけど、1月多分もうグッズが間に合わないって言われちゃってさ、1個ポップアップグッズは原作は多分そうだと思う、リオのグッズは劇場じゃないかな、多分多分ね、お金下ろしに行かなきゃありがとう、よろしくね、本当にみんな優しくてありがとうございます、パーカー買った、私服としても使えそうね、黒だしリオもめっちゃ使うよ多分、いまだにねラスサイパーカーをめちゃめちゃ使ってる、それこそ舞台の稽古で、あアクスタの髪なびいてるとこ折らないにあそっか、あちょっと飛び出てんのあれ、どうだっけ飛び出てたっけ、
あのね、髪の毛なびいてるアクスタ撮るのすごい大変だったの。あの、自分はポーズ撮ってるだけなんだけど、周りのスタッフさんがさ、こう髪の毛持って、あの後ろのマントみたいのをこう持ってくれて、あの3人がかりとかで一斉のでって話して、その間にカメラマンさんが撮るっていう、すごいね、難しいそう、撮ってる風景めっちゃおもろいと思うよあれ動画とか撮ってるけ、撮っとけばよかったそう、あのね、あれ奇跡の一枚じゃないかな、うまく髪の毛なびいてるから。合成じゃないの、ちゃんとこう髪の毛こう持ってくださって、そうそうなの、扇風機じゃないんだよ、手で、人間の手で作られたあのアクスタです、あちらが。すごかった本当に絶対大変だったと思う、スタッフさんしゃがんで自分が見えないようにこうしてさ、離れてさ、せーのってやって。そうなんだよね。あ、ウェディングフォト、確かに確かに、ウェディングフォトとかもそういうやり方か。アクスタランダムじゃないよね確か。そう、確かね、アクキ、どれがランダムだったかリオは分からないんですけど、一旦アクスタはランダムじゃないんだよ。そうだから推しのを必ずゲットできると思いますね。ランダムじゃないってなったら確実ゲットできるから、うん、ゲットしてほしい。何テイクかなあれ、結構撮ったよなんか髪の毛はいいけど後ろのスカートがみたいな、例えばそういうのもあったり、どっちもがうまくいくことがなくて結構時間かかったねあれは。だしさ、片足なのよリオ、片足立ちじゃん、みさかちゃんのポーズだから、リオのバランスもさずっとさあ片足立ちしてるのがヨロヨロしちゃうの大変だった。ランダム買ったやつ全部外した。まああれでさあ当てるの結構大変かもね。ランダム何十個中何分の何なの、何分の何だろう。てかどれがランダム、缶バッジとか10分の1、あ、サングリーズルのか、サングリーズルか、10分の1ならワンチャン可能性はあるよ全然アサルト商品の作り方すごくうまいと思う、トークショーにしても配信もグッズも、うん確かにすごい盛りだくさんだよね、いろいろファンの方も楽しめる。え、ちょっとあれリオのだめどうしたっけ、のだめ舐めようと思ったけど一旦グミ食べる、全然のだめと関係ない。リオはさ、マスカットのグミ好きなの。果汁グミとかもマスカットあったらマスカットだし、何でもかんでもマスカット選びがち。これはお稽古のお供だから、もうあとね3本ぐらいしかない。お、3本本当に3本。イロハスは白、白普通、お水はもうシンプルお水を買うよ。おいしい、これえ足りないじゃん、足りないよ、お昼ご飯ちゃんと食べて。つまみだねはちょっと稽古中食べにくいかもねなんかさ、こうパクって短時間で食べれる系がいいね。水たくさん飲んで、そうだね、でも今大きいお水しかないんだ。あ、こっちに入れ替えればいいんだ。1本ちょうだい。だってあと3本しかないんだよ、3本しかないからな。あ、スティックパン美味しいよね、久しぶりに食べるとうまーってなる。飽きてきた、そんな毎日食べてんの。稽古の時に飲んでるお水、え、字見える、みさか、うん
まさかじゃないにぎず飲んでる時がいっちゃんからかわいい。あれさっきグミ食べてる時がいっちゃんかわいいって言ってたのにな。チャームに愛着湧いてきた。湧いてる。ソハヤの剣。あ、ペンライトもあるよ。そう、ペンライトもあるからね、みんな。忘れてる？忘れてた？ペンライト。うん、来た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 、湧いてきたで。蓋に穴開けてストロー刺すのってライブの時だけ？そうかも。ライブの時だけかも。うん、チャーム持って帰らないよさすがにちゃんとコメント見られてるの恥ずかしい。見てるよ見てるからね。昔稽古部にイカそうめん持ってきた人がいた。いい、おもろってか、いいね、イカそうめん。もう1週間切っちゃいましたね。上がってきた上がってきた。1週間切っちゃったよ。やばいね。いや、もう緊張してるよ。もうずっと緊張してるでもさ、明日さ、明日から小やりなのね、場当たりで。そのさ、何、ステージのさ、あれが楽しみ。なんていうのアサルトリリーウィンダー見て、うんだ、あ、ウィンダー、これな、これ合ってるのかな、合ってる。サングリーズルの活躍見たすぎる。やりよもそれさウィンダー間違えたさ、リオもそれ見てね、すごいね、楽しみです。あ、自分がもう、あ、自分演じてる側だけどさグミ食いながら緊張してるの説得力ない確かに今はね、今は大丈夫。あ、手首綺麗になってないですよね。みんなこれ見えてた？今日見えてないでしょ、長袖だったから。ゆうちゃんはここに書いてたから丸見えよもうだってこうやって見てんだもん隠れて見てない、がっつり。照明とか、そう、天、あ、そう、舞台のさ、映像とかもだし、いろいろ楽しみ。ゲネは19日。カンニングお守り代わりにね。リハは見ないでいけたんだけどね、リハ書いてなかったの、まだ。でも本番もちょっと忘れたら怖いから。あ、びっくりした、うん、当日の昼間か。そう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 、よいしょよいしょ。当日の昼間に行け寝して、だからまあ19日も実質2公演ですね、うん。苦手な場面ある、ある、難しいって思う場面あるよ、いっぱいいっぱい、なんか入ってね、自分の中で。美坂様と東華様のやりとり泣けるだろうなって、あー泣けますねうん、でか感動シーンいっぱいある気がする、結構。うん、まあ、戦いもするけどさ、感動もするだろうし。原作知ってる人との差が
いや、なんで知らないからって思うじゃん。でも今回本当にアサルトリリー初めての方たくさんいるから心配しなくていいよ全然。うん、あの今さアサルトリリーのさ公式がさあのいろいろさ教えてくれてるじゃん、あの何用語とかリリーとはとかさ、あれ多分ちゃんとあれ見てたらなんとなくわかると思うんだよね用語が。だからあのツイートしてくれてくださってるのであれを見てもらえたら、まあ、難しいけどねいっぱいあるから。それもそう鳥さんのそう勉強してる偉い。そうなの、そうなんですよ。あれリオもねあれ見てね勉強してる自分も自分もゲヘなとかさいろいろ出てくるんだよ。あと何があったっけ、レギオンとかあったっけ、あといろいろあったよね。チャーム、あれチャームあったっけいろいろ本当にあれいいよね、あれすごいいいと思う。あ、初めての方もあれでわかるし、すごいいいアイデアだなって思う。解説ありがたい。そうなの、解説してくださってるからさ。早くネタバレ全開の感想戦もやりたい。わかる、それな。もうリモベラベラ喋りたいよ早く。あの用語集経験者も知らない情報しれっとありました。あ、そうなの、どれどれだろう。え、でも確かにいっぱいあった。あ、マギ、マギ、あ、そうあったね。マギとかプラスマギマイナスマギありましたね。リオも稽古しながらねいろいろ覚えてったよ。ネストとかね本当にいっぱい出てくる。あれ見といて、みんな頭にちょっと入れといたらわかると思う。そういうセリフが出てくるから本当にあってなるよきっと。これはツイッターで勉強したやつやってなると思う。今からアフタートークが楽しみですね。そうだね、そうアフタートークも出させてもらえるので29日だっけ出演ゲル、そう出演ゲルね、あるね出演ゲルね。そうそうそう、口に出したくなる確かに日プね見れてないんですよ。もうね本当にね終えてないの、ここまで終えてないの初めて。リオそういうねオーディション番組大好きで毎回見てるんだけど、今回忙しすぎて本当に終えてないです。後から見ようと思ってたけどもう名前がツイッターとかに載ってて、でもあんまり目に入れてない。もう薄めで見てるからさ、あの舞台終わったら本当に見る。用語かっこいいよね。あ、アフタートークは20日だわ。そうだ間違えた、アフタートークアフタートークは20日、アフタートーク、そうリオアフタートークとあれだわ、補習復習講座が混ざってた今。アフタートーク楽しみ、そう嬉しいよねアフタートークあるの。20日に出ます。しかも10日もいるし、三坂と10日一緒です。10日役のいっちゃんと仲良くなりすぎてさ、もう本当にめちゃおもろい演技しながらね笑っちゃう。本番は大丈夫だと思うけど、稽古中さ、もううちら仲良くなりすぎてラーメンなんか行くんじゃなかったねとか言われて、え、そうって仲良くなりすぎちゃって面白いです。そうノインベルト、そうノインベルト戦術、そう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 ノインベルト戦術の練習しに合宿いってらっしゃいおもろ、え、追加してほしい20、ぜひぜひ。20日は配信1000円高い、なんでなんだろう。でも本当にわからないんだよね、なんでだろうね。ネギオマッチ行ってきますわ10時からの、あ、もうあと3分じゃん。
終わったらまた戻ってきてね。確か28日のスペメもうアサルトリリーの話できるよ。ワクワク。そうだね、嬉しい。20日のアフタートーク会行きます。お待ちしてます。アサルトリリー中でハッピーだね。もうアサルトリリーで盛りだくさんで、さすが特技仲良くなる。あ、でもね、いっちゃんもすごいおしゃべりだからね。そう、すごいよくしゃべります。あとさ、ラスバレ、ラスバレ、それ今日ツイートしたけど、ラスバレのやつにさ、舞台新章の応援なんとかでさ、あのログインボーナスだっけ、ログインボーナスとかもらえるみたいな。ラスバレのツイートにさ、あのみさかちゃんの絵が登場したのが嬉しかったな。アプリです、アサルトリリーのアプリがあってね、ラスバレっていう。ガチャで強いみさかちゃん欲しいね。そうだよね、わかるわかる。今日はワルトパーティーありがとうございました。こちらこそお邪魔しました、ありがとうね。みさかちゃんのメモリアゲット、メモリアゲットしたら一緒体質にしよう嬉しい。リオもログインしたよ今日。1分でお話できる気がしない。そうだよ、いいの1分で1分ってあっという間だよね、挨拶して終わっちゃうもん呼んだ？いや違うね、ごめん、違う、いっちゃんオーディオからラス〇〇って聞くとまだドキッとするラスアイってねラスバレ。数日前のみさかちゃんの姿の X の写真見て改めて超ハマり役だなって思ったよ。嬉しい、本当に嬉しい。なんかね、すごい周りの人も、うん、例えば、まあ、みーとかもそうだし、原作者さんとかもすごい合ってるねって言ってくれるのね、すっごい嬉しい。性格とかがまんまだよとか言ってくれるの、メンバーとか、メンバーって言っちゃってるキャストのみんな嬉しいです。あ、性格もまんまなの。なんか性格もね、似てるみたい。似てるっていうか、まあ、まあ明るいからね。そう、明るいとこは似てるよ多分、わかんない明るいっていうところは似てると思います。あとお肉好き、そうステーキ大好き、そう、そう性格近いのかな、わかんないけど、なんかポジティブな感じもあるし、みさかちゃん元気。30秒でも大切にお話できた時代30秒やばい、もう短い短いよ。楽しみゲージもう溢れちゃってるこぼれてるもうに力があるとことか笑顔いっぱいとか読んでてまんまやと思った。おお、わあ、ちょっとマジで頑張んなきゃ。
サルタデリーの衣装かわいいよな。あれはね、なんかみんな制服なんだけど、本当にミサカちゃんだけなんかすごい派手でね、一人だけ真っ赤っかの戦闘衣装っていうのかな、あれ戦闘服、すごいあの真っ赤です真っ赤っか。そうでもみんなみたいにね、あのゆりが丘のさ制服も着たいなって思ったね。かわいい。あれ学校ではねちゃんと黒いの着てると思うよわかる。リオも今日の我の衣装さみさかちゃん感じた、ちょっと赤だから。でね、舞台にね我がこれ、我これ着てきなよって言った、リオそう赤だからさーって、からみさかちゃん赤だから。めっちゃ目立つ本当に。真っ赤で発見しやすそうでありがたい。あ、本当にみさかちゃんは本当すぐ発見できると思うよ。みんなマジ派で、本当にすぐどこにいるか分かる。だからうん、あのあれ推しどこってなんないと思う。あってすぐ分かる。なんでみさかちゃんあんな衣装なんだろうね、すごいよね。本当に一人だけなんか違うもん本当に違うのみんなと。主役ってことでそうだね、そうだね。あの靴は、あ、ヒールあるんだよね、それが。うん、ちょっと大変だよね、あれで戦ったりするのは。私の視界だとオイリオだけ光ってるからすぐ見つけられるなんじゃそれ、嬉しいな、いいコンタクトしてるねイルミネーション行ってないけど、表参道とかよく行くから一人で行き帰りに見れたりはあります。やばい、なんか喉使いすぎた今日、ちょっとなんか喉がカサカサしてる。匂いでどの辺にいるか分かる、カラオケよ嘘じゃん絶対わかんないよ。表参道、まあ、な事務所もあるしさ、そうあの美容室とかもさ表参道だったりするからさ、あ大声多いですよ。うん、喉の心配もある。喉がめっちゃ強いわけじゃないからさ、リオ多分。プロポリスのね喉飴を持ってる。喉強くなりたい。表参道のイルミを行ったというか帰り道に見たぐらいそう帰り道に一人で見ましただし衣装の話で言うと本当に細かいとこまで再現されてるのね。もう写真で見たら分かると思うんだけど、あの衣装作る時とかってさ採寸とかあるのね。あのすごいね、採寸の種類がすごかった聞いたことない場所、
例えばさ、聞いたことない場所、なんかさ肩幅じゃなくて、例えば なんだろう、なんかさわかんないけど、わかんなすぎて調べた。例えば腰からかかとじゃなくだとか、腰から足首とかさ、なんかあのね種類が多すぎてマジ大変だった。採寸だよね日本語。雪丈あったっけ、雪丈あったかな。んかね本当に自分しか着れない衣装って感じ、みさかちゃんの衣装は。なんかマジですごいよ。しかもさめっちゃついてんのね、あれが。付属品じゃない、なんだ装着品みたいな。めちゃくちゃ高いと暑かったり、あーでもね、あー手が熱い手袋つけてんの、こういう手こうやってさタイツみたいな手と、あれが手が熱いね意外と。あのさノースリーブだからさこの辺が熱いわけじゃないけど、あのねまあ熱いだし、生地なんかすごい、あのめっちゃいろいろ着込んでるわけじゃないからさ、みんなに比べたら熱くないんだと思う。すごい衣装着るのも時間かかるからさ、やばい、なんかちゃんと余裕持って着替えないと焦るなって思う。すごい時間かかるあの衣装、今までの衣装で一番時間かかる。いろいろアイドルやってきたけどあんなに時間がかかる衣装はない。衣装着るだけで疲れちゃうこの前さ、そうあの衣装付き同士やったんだけど、あの衣装着ただけでハってなった早着替え無理絶対にね、全然ね、ダメだね。何分かかるかな、結構かかるよ時間。メイクはまあでもウィッグとかかな、時間かかるといえばシンフォニーがいっちゃん簡単だからねトイレ大変とかないじゃないですよね。あそれはね、でもねいろいろ直してくれたりしたんだよ多分。うん、だからそういうの大丈夫だと思う。腰とかにあるケースは、まあ、みさかちゃんはなんか多分いろいろ入れてるんですなんか出てくるんじゃない、あの普通あの舞台でとかじゃないけど実際ね、あの戦ってる時になんか、ゆかりさんばりの本番3分前まで楽屋いやあのね、着替えてたら3分前まで楽屋いてもまだいけるかもだけど、もう着替えてなかったら終わり髪のてっぺんのピロンは、あれはねこうなんかすごい固めてたの。でも多分舞台では動いてるからね、もう多分ピッピョンって立つことはできるのか果たしてって思うね。通してある日大変だね、合間を一回脱ぐんかな。やりよね、着てたいね合間、まあ衣装着てるとちょっとあれ大変だけどさ動くの。でも時間かかるの考えたらリオは着っぱなしがいいなって思っちゃう。地毛じゃないよ髪地毛じゃない、全然地毛じゃ無理だよ。今日まあ
我の生誕祭あったよ、生誕祭とトーク会。あ、衣装着たまま、ちゃんと自分の上着着て食べる、それはじゃないと怒られちゃう。ケバブ食べたらちょっとやばいな。あの衣装でお弁当食べるの難しそう。厳しそう。どうだろう、もうそうだよね。ちょっとどうなるか。明日はもうネバ当たりで衣装着るからね。支援はおかず1個多かったりする？ないないよそんなのないです。じゃあ明日からみさかちゃんのお写真供給。あ、どうだろう、あ、え、どうだろうな。舞台上で撮ったやつは多分載せちゃいけないのよ、多分19日まで。うん、多分壁が何もないとかだったらもしかしたらあるか。でもまだ載せてない写真あるからね、撮影で使ったやつ。うん、撮影で写真気になる共演者の方。どうだろう、みんな気になるよでサングリーズルはね、もうねすごい仲良くてめっちゃ喋ってるけど、調査隊の方とかね、あんまりね絡めてない方もいるからね。うん、そうね、客席降り合った時ほのかにケバブの匂いしたら笑っちゃうやばいそれは いやでも本番始まったらあっという間に終わっちゃうんだろうな、切ない早く始まってほしいけど終わってほしくないからなってずっと言ってる。あとね、あの千尋役のうららとも仲良し、同い年なの。意外と同い年がいてね嬉しい。毎回それ言ってる早くあのすぐ終わっちゃうって話。このあ、なんか言う、この短期間にかける真剣勝負っていうのも舞台の醍醐味。確かにね、ちょっと一瞬誤算味ってまた言うとこだった。醍醐味ね、そうだよね。いやそうなの、割と先の話だなって思うじゃん。もうやばいよ、あと3日しかないんだから。はなちゃんからもらったやつは、あ、使った。あ、でもまだ残ってる。あれね、リオもね使ったことあるんだけど、いいよねあれ、すごい汗かく。
白ひげからもう2ヶ月、あ、2ヶ月経ったんだ。なんかさ、すぐさサルタ始まったからね。なんかね、このさ油性ペンって何で取れるかな。油性ペンって何で取れるんだ。クレンジング、ネイル落とし除光液、除光液取れる、除光液取るか。除光液は持ってる。メイク落としじゃね、無理なんだよね多分。わかんないけど、今いけるかなって思ったけど。てか手首に書いたのマジで久しぶり。 PB の時よく書いてたんだよねリオめっちゃ久しぶりに書いた。なんかゆうちゃん書いてたからさ、あ、じゃあリオも書こうって思って書いた。歌詞歌詞書いた今日は、念のために。PB の時もね、なんかあの一人で歌う曲があって、紙貼ってた、なんなら手首に。やばくない？メモしたの貼ってた。手の甲とかにメモするタイプ、昔はねよくしてた不安だから。最近はずっとしてなかったの、ここ数年なんだけど、なんか今日メンバーが書いてるのを見て、どうしよう、自分もやっとこうかなみたいなマヨネーズで落ちるの、都市伝説なの？初めて聞いた。これベッドです。お布団ふかふか、本当？髪貼ってるの完璧すぎてくさ、やばいよ。あの時のね写真と動画見ると本当にやばい。もうこうやってやばいよね、がっつり。あー、もう1時間経つ、終わんなきゃ。あー、いいね、朝が苦手になりそう。いや、リオ朝強いんですよリオ朝強いのよ、特技かな。CM でやってる油性ペンとか落ちるシャワー、あーね、うん、あれね、なんだっけあれね、わかるよ。なんかどっかねホテル泊まった時にね、あれだった。明日何時起きかな、まあ朝だよねいやもうね、バー当たりがねすごいね大変そうで心配。大丈夫か。ミラブル、それだそれ、ミラブル超気持ちいい。目覚まし一発で起きれなかったことはねない、基本。ハンドクリーム揉み込んで落とすといいらしい。初めて聞いた、ありがとう教えてくれて寝心地はいいよ、ここ寝心地いいけど起きれますうん。オーリオの早朝一般的に遅めって言うじゃん。早いよ、早い時は早いからね、全然。だし寝るの遅いからね。そう、私最近寝起きお揃い、いいじゃんお揃い。さすがに今日は寝る、寝たい、眠すぎる。楽しい配信でした、ありがとうございます。じゃあ皆さん、あれですね、次は
本番ですね、舞台会うの。北千住で会おうな。今来たばっかり。嘘嘘じゃん。牡蠣だ牡蠣。もうそんな時期か。そうだよ、そんな時期だよ、びっくりだよね。本番ですよ、会おうね。本番楽しみにしてます。頑張る頑張る。みんなぜひあのグッズもゲットしてほしいし、終わった後いっぱいつぶやいてほしい。お願いいたします。では順位を読みます。本日の順位、13位ホワチョコ、12位がジェミョン、11位がホースケ、10位がエレメンツ、9位がチェッコリ、8位がイチゴのトンヤ、7位がイッシー、6位がナウオブマーチ、5位が TK、 4位がナツーキー、3位がミオタン、2位がチョリ、1位が猫にゃんにゃん。ありがとう。またシアターセンジ行けるの嬉しいね。ほんと久しぶりだよな。リオも久しぶりに行く。シアターセンジ最後に言いたいことをお知らせはもう言ったかな。セーターの話もできたし、2月になりますよっていう話もしたし、ない、言わせたことはない。よしということで、皆さん舞台で会いましょう。ありがとうね、今日は生誕祭からのお話し会ありがとう。生誕グッズもうただいま作っておりますので、楽しみに出てください。アフタートーク、あね、確かに確かに、誕生日の日じゃないけどね、アフタートークの1日目ということで。じゃあね、楽しみやりすぎ、よかった、もう嬉しい、楽しみにしててくれて。それじゃあね、みんなバイバーイ、おやすみー、チャルジャー。